ネットイースゲームズ。ゲームをプレイするときは、部屋を明るくしてください。輝きの光抱いて、この景色を染め上げてく。時はただ色褪せずに、その力は運命を照らして、夢にまだ届かないと切なく揺れるこの心には、いつだって誇れる仲間と気持ち交わして、あの日刻んでる。あの頃に見ていた夢が継いでる今があるから、立ち止まることなく今日も心だけ正しさ探してる。その方法を伝う涙、痛む記憶溶かせるなら、君と今日もこの心つないで、共に明日を夢見るから。この星を魔術のインデックス。責任感の強いやつだな。よし、上条さんも付き合うか。素人にかばわれ傷を負わせる苦労となどない。
れ？ああ、そうだ。あれ？私、上条トーマは不幸に愛されているとしか思えない精神を送っているのだった。
あら、もうお気づき？私の力はムーブポイントといったところかしら。
ちょっと君、彼女困ってるじゃないですか。不幸だ。できるかどうかじゃなくて、やるしかねえだろ。また面倒なものを引き当てちゃったわね。私はさ、ハードルが置かれたらそれを飛び越えないと気が済まないたちだから。くそ、やっと巻いたか。ったく、何やってんのよあんた。不良を守って善人気取りか、熱血教師ですか。つうことはあれだろう、後ろの連中が追ってこなくなったってのも。うん、めんどいから私がやっといた。やっぱり。ねえ、レールガンって知ってる？レールガン？こういうのを言うらしいのよね。そう、俺はこいつを助けようとしていたわけじゃない。不用意にこいつに近づいた少年たちを助けようとしたんだ。お前がこの学園都市に7人しかいない、レベル5の超能力者なのはよくわかってる。俺みたいなレベル0なんて気にするなよ。つか、俺が何したってんだよ。私は自分より強い人間が存在するのが許せないの。それだけあれば理由は十分。俺は必ず帰ってくる。来月の闇。ちくしょう。あっ、危ねえ。
ぬるいわね。レールガン、レールガン、くらえ、以上さんは超やる気ですよ。で、そのレベルゼロのあんたがなんで勝ったのかしら。俺の右手に宿る力、イマジンブレイカー、それが異能の力なら、たとえ神様のシステムであっても問答無用で打ち消しちまう。なんていうか不幸っつうか、ついてねえよな。お前本当についてねえよ。こうだ。昨日の雷による停電のせいで、俺の部屋はうだるような熱気に支配されていた。よし、天気もいいし、気持ちを入れ替えて布団でも干しとくか。あれ、もう干してある女の子。この服、シスターさんか。外国人だよな。お腹減った。ねえ、お腹いっぱいご飯を食べさせてくれると嬉しいな。で、お前はイギリス正教ネセサリウスの禁書目録で、名前はインデックス。うん。今持ってる10万3000冊の魔導書のために魔術結社に追われてて。うん。その服は、歩く教会っていう極上の防御結界ってわけか。いい月じゃないもん。ちゃんと魔術はあるんだもん。じゃあ見せてみろよ、その服が本当に異能の力だってんなら。俺の右手が触れただけでコッパみじんってわけだな。君の力が本当ならね。ふふーん。あの、姫、今のは 100% 俺が悪かったんですよ。あれだけのことがあったっていうのに、どうして普通に話しかけられるんだよ。できた。不幸だ。出てく。敵は歩く教会の魔力をもとに
ッチかけてるみたいなんだよ。ちょっと待てよ、誰かが追ってきてるって分かってんのにお前を外になんか放り出せるかよ。じゃあ私と一緒に地獄の底までついてきてくれる？それじゃ。